皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はですね、リーンゲインズをやっていくにあたってどういうトレーニングをやっていけばいいのかということをですね、また初級、中級、上級編に分けて解説をしていこうかなと思います。今回は初級編ということで、自宅にもあるような器具を使ってできるトレーニングを、紹介していければなと思います。まず最初にですね、ご説明をしておきたいのが、トレーニングのメニューを考える上で絶対に押さえておきたいことがあります。これは初級、中級、上級全部共通してますので、しっかり覚えておいていただければなと思います。トレーニングを考えていく上で大事なこと、これはですね、基本になる6つの動作をしっかりとバランスよく行うことになります。その6つの動作、何かと言いますと、まずですね、上半身の動き4つ、自分の正面に向かって押す動作、自分の真上に向かって押す動作、自分の真上から下に引いてくる動作、前習いをした状態から後ろに引いてくる動作、この4つ、上半身の動きと下半身の動きはスクワットですね、こう普通にしゃがむ動作と、最後の一つはちょっと難しいんですけどね、ヒップヒンジという動作になるんですけども、お辞儀をしていくような動作ですね。背筋をまっすぐに伸ばした状態でお辞儀をして元に戻るような動作、下半身はこの2つ合わせて6つの動作をバランスよく行うようにトレーニングのメニューを組んでいただければなと思います。ご自宅でもですね、この6つの動作を押さえたトレーニング、しっかりできますので、これからですね、ご紹介をしていこうかなと思います。まずですね、上半身のトレーニングからいきましょうか。正面に向かって押す動作、これは腕立て伏せですね。女性なんかで筋力の弱い方は、最初は膝を地面につけた状態での腕立て伏せでも構いません。しっかりご自身の筋力に合わせてですね、負荷を調整していただければなと思います。で、次、真上に向かって押す動作なんですけども、これはショルダープレスといって、例えば両手にですね、水の入ったペットボトルを持っていただいて上に上げて下ろしていただく、ちょっと重めの雑誌なんかでもいいと思います。はい、両手に持った状態で上げて下ろして、上げて下ろして、これは立った状態でもいいですし、今の私みたいに椅子に座った状態でやっていただいても、どちらでも構いません。やりやすい方でやっていただければなと思います。今度は引いてくる動作なんですけども、こういったね、椅子を使って斜め懸垂をやるという方法があります。そういったものを使って、1回やっていただくといいかなと思います。で、上から下に引いてくるトレーニングですね、これだけはちょっとね、道具を使わないと難しいかなと思うんですけども、通販サイトなんかでですね、トレーニング用のチューブが売ってます。そういったチューブを使っていただいて、ラットプルダウンですね、チューブを上に引っ掛けていただいて、こう引いてくる、こういったトレーニングをやっていただくと、こう上から下に行くっていう種目ができますので、トレーニング用のチューブもね、そんなに高いものじゃないので、ぜひですね、こう思い切って買っていただければなと思います。そしてですね、今度は下半身のトレーニングいきましょう。まずはですね、スクワットですね、皆さんご存知かと思いますけども、トレーニングの王様なんて呼ばれてますので、しっかりね、スクワットはやっていただければなと思います。はい、でスクワットだとちょっとこう負荷が足りない、楽にできちゃうっていう方なんかは、片足でスクワットをするブルガリアンスクワットとかですね、片足のスクワットのちょっと変形版なんですけど、ランジといった種目がありますので、そういった種目をですね、やっていくと結構ですね、自重でも大きな負荷になりますので、そういった種目頑張ってやっていただければなと思います。で、最後、ヒップヒンジ、こうお辞儀をしている状態からこう体を起こすような動作になるんですけども、これはですね、お辞儀とはちょっと動き自体違ってくるんですけども、ヒップリフトという種目があります。これも床に足をつけた状態でやっていただくパターンもあれば、負荷を上げるためにこう椅子ですとかソファーですとかにこう足をかけて、ちょっと高いところに足を置いていただいてやっていただいたり、片足でやっていただいたりすると、かなりですね、負荷を大きくできるので、だいぶおすすめの種目になります。特にお尻とか太ももの裏側の筋肉
を鍛えることができるので、女性の方なんかにねすごいおすすめのトレーニングですので、頑張ってやっていただければなと思います。まあだいたいセット数ですとか回数の目安なんですけども、ご自宅でトレーニングをされる場合ですと、どうしてもですねジムでトレーニングをする場合に比べて負荷が少なくなりますので、回数を多めにしていただければなと思います。だいたい15回から20回ぐらいを3セットから始めていただければ最初はいいんじゃないかなと思います。これをまあ週に3回全身まんべんなくトレーニングできるようにメニューを組んでいただければなと思います。では今回はですね、リーンゲインズのトレーニング初級編ということで、ご自宅でできるトレーニングについて解説をさせていただきました。またですね、このトレーニングどうなんですかとか、トレーニングの種目こういう感じでやろうと思うんですけどどうですかみたいなご質問がありましたらですね、コメント欄に書き込んでいただければまた別の動画でお答えをしていきたいなと思いますので、遠慮なく書き込んでいただければなと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。